ハロー YouTube! ということで、ヒカキンや堀江貴文の真似で登場しました、私、上杉隆ですが、今日は、なんと、宿敵、安倍総理とのコラボです。ありがとうございます。苦節、あ、来ました、総理。総理、どうも。ハロー YouTube。どうも。ねえ、びっくりですよ。こんな日が来ると思わなかったですね。まさか私も、2003年ぐらいから思い起こせば、取材以外に行われて、官房副長官時代からですかね、総理とは。ずっと手を握り、締め、殴り合い、まあ、やってきた10年間、いや、なのそこで。までないから。ね、そこまでないけどね。まあ、正直言ってね、まあ、猫の手も借りたい。上杉隆の手も借りたい。という、まあ、支持率も下がりましたのでね。ね、仕方がないでしょう。ありね。がとうございます。ただ、官房長官には今日のことは内緒でお願いします。わかりました。どうしても会社の人間には内緒で お願いします。またいろいろお会いできる。会社にもね、わかりました。今日はですね、コラボで、福本秀の永田町絵画館の特番をですね、前半この上杉隆の YouTube、そして後半本編を福本秀 YouTube の方で、この2段階でお届けしたいと、こういうふうに思っておりますので、いいそでれぜひ、すね。ご協力を。ついに、連立ですからね。連立、よろしくお願いしますね。ぜひちょっと本気で、そこ大事なところなんでお願いします。どこもあるんわかりました。で。で、なんか最近ちょっと、その前にいろんなニュースが入ってるじゃないですか。で、総理にほら、最近も、問題の黒川さん、ヒロムさん、なんですか？大丈夫ですか？ちょっと待ってください。これはね、先送りしましたよ。検察庁法改正案についてはね。正直ね、私はね、もうね、国民はね、興味ないと思ってたんですよ。ただですね、もう誰も見てないと思って、こっそり通そうと思ったら、まさか家にいるからみんなニュース見てるんですね。困ったんですよ。芸能人だってもうツイッターばっかりやっててね。だからもう、それはもう先送りしましたよ。ただね、私はね、そんなね、器が小さい男じゃないですからね。それは検察庁法改正案もね、これ出直しして頑張りますよ。これからもやりますよ。で、一つだけ決めてることはですね、宮本亞門のステージは絶対見に行きません。あと、キャリーパムパムも聞かない。ね、あと、小泉今日子もね、桜を見る会には呼びませんからね。やっぱり、相変絶わらず対。総理はですね、心の小ささと人間の器の小ささっていうのは変わらないですね、20年間。まだ、ちょっと、まあ、今日はね、こうやって出してもらってるから言いませんけど、そんなことないですよ。いや、私だって頑張ってるんでしょ？頑張ってるけども、支持率がね、困ったもんなんですよ。知ってますか？上杉さん。はい、何ですか？最近、大阪府知事の人気。ああ、吉村さんね。ねえ、おめでどうとう。思いますか？どう思いますか？上杉さんは。やっぱり、ね、総理が本当はやればよかったのにね、いいとこ取られちゃいましたね。まあ、情報的にはね、遅かったんだけど、まあ、日本では相対的に早かったんで、まあ、おいしいとこ取っていかれて、あれ、本当は総理、ああいうポジション好きでしょ。いや、ちょっと、その勝ち誇った笑顔やめてくださいよ。ちょっと。でもね、私はね、吉村さんが東京都知事じゃなくてほっとしました。東京モデルとかやられたら大変でしたよ。足元でね、大阪もね、でゼもロにね、なりましたしね。そうですね。でも私もね、考えてるんですよ。吉村さんとも今後は連携して、ちゃんとモデルを作ってもらいます。どんなモデルですか？秋絵モデルっていうのを作ってもらおうかなと。そ秋絵がこ、インスタグラム週何回アップしたらセーフかとか、秋絵が1週間のうち外食何回していいかとか、その吉村さんにこう数値を作ってもらいます。なるほど。事前に工程表を国民にお見せして、秋絵モデル。だからこれに到達したかったら批判には当たらないと。総理、やっとけばよかったじゃないですか。そもそも、これやりますよ。そうですか。そもそも秋江大さん、丈夫何になったんですか？ですか？こんなこと言って大丈夫ですかね？
まあいいや。本当に、明恵さんの、あ、総理、今度は、あの、明恵さんの、あそこの、いや、居酒屋、ゆず行きましょうよ。うず。いいですね。この組み合わせで行ったらびっくりするでしょうね。僕ね、2回ぐらい行ったことあるんですよ。あら、でも、いなかったでしょ、明恵。いませんでしたけど、なんだっけ、武士って書く、あの、明恵さんのね、共同経営者の方がいらっしゃって。はい。官邸崩壊プレゼントしてきました。え？官邸崩壊。著書、本当に。いらないですよ、あれ。いやいや、総理も読んでるっておっしゃったんで。いやいや、もう、なんかいろいろいいですね、総理と話すと、やっぱり昔話もできるし。いやいや、あれ、の話も、ね、大事な話ですけど、もともと僕、12年前に黒川ウイスキー戦争っていうのがあってですね。ほう。私があの車乗れなくなった理由は黒川さんが当時は法務大臣に、あんな野郎は絶対取ってやりますよって大臣って言って痴漢冤罪のやり方を法務大臣に教わったんで、僕がそれまで電車乗ってたのが乗れなくなったんで車を買ったというね、まあそういういきさつがあるんで、まあある意味黒川さんには長い間お世話になってね、あの自然判定でもね、あの黒川さんとね12年ぐらい前お食事してね、当時法務大臣に行って、僕後から呼ばれて、で、黒川さんがこっちにいて、僕がこっちに座った瞬間に、おう、ほら、黒川、お前が一番嫌いなやつが来たぞって言って。言ってることないですよとか言って。そんなことあるでしょ、黒川さん。ということで、今回はですね、黒川ひろむさんがこういうことになって、本当に残念。いい人なんですけどね。いい人なんですけど、なんていうかな。まあ、やっぱり、検事総長やりたかったんでしょうね。一回ぐらいは。そうなんですよ。ちょっと誕生日がずれてればね。もっと遅く生まれればね。そうですね。まあ、同期のね、郷原さんとか林さんとかね、若狭さんとかね、の司法修士生の同期ですけどね、まあ、黒川さんね、本当はあそこまで出世するはずじゃなかったんだけど、運が良かったんですよね、野党になったりしたときに。まあ、そんなような話もですね、もっと盛りだくさんの話をしたいんですが、そのポイントである明恵さんの話も含めて、後半では、そこの焦点。一番総理が痛いところを、ちょっと総理自らいろいろ紹介してくださるということなんで。わ、はい、かりました。はい。ぜひ。やりましょう。ぜひ、後半の方はこの概要欄ですね。うん、それからこっちの方が出ますから。はい。ご覧ください。それでは総理と一緒に、一旦、次のところに行きましょう。それではまた、福本秀、YouTube で見てください。はい、ありがとうございます。